はい、ここではですね、ポテトを手を汚さず食べる方法です。こうやってフライドチキンあると思うんですけれども、ね、これ、ティッシュついてると思うんですけど、これで、このまま取って、うん。こう食べてしまえば、指は汚れません。提案でした。